久保さん DM 送らられてきたたしいいじゃないですかまた久保さんに DM 送るって、まあ、センスがないっすね、まあ、センスとかそういう問題ではなく無策に送ってるとは思うんですけど、まあ、僕があのビジネスこう教えていく中で必ずまリサーチしましょうっていう話があるんですけど無策に送ってる人ってまずリサーチしてないですよね、まあ、とりあえず送っとけみたいな話で。 だからその相手のニーズを知らなければ供給できないんですよね。うんだからまあ、アンケートを取りましょうっていうところで、あのー、僕はもう常にずっとアンケートを取ってますし、き、まあ、今日からね、お金あげますよキャンペーンをするんですよ。<laughs> お金をあげて、アンケートをもらうっていう、ね、企画を今日からやります。お金あげますっていうね。ギャラを、ギャラ、ギャラ払いますみたいな。 まあ新しい番組を作るんですけど、ラジオ番組ですね。そのラジオ番組のリスナーさんのお悩みにこう回答していくっていう番組なんですけど、まあそのお悩みがなかったらね、番組が成り立たないので、なんかその出演者、情報提供料としてギャラをお支払いしますっていう企画をします。いっってらっしゃい